はい、どうも皆さんこんにちは。開封大好きヨシヒロです。ちなみにね、朝一で俺はもうマジ今飢餓状態です。ウルトラマン飢餓って感じなんですけど、そんな飢餓状態にね、まあ、パックを向いていこうと思うんですが、今日はこのミラディン包囲戦を向くんですけど、ちょっとねこれ俺にとってね思い出深いパックなんで、向く前にね謎の話をね5分ぐらいしようと思うんで、もう早くしろよっていう人はね、シークバーで先行っちゃってください。俺はまあマジックをまあ、ディセンションぐらいで一回やめて、で、長らくやめてたんですよね。すごい格ゲーにハマって、3年ぐらいずっと格ゲーやってたんですよ。で、そんな中、まあ、マジックはね、すごい面白かったんで、まあ、新エキスパンション出るごとに、その新カードみたいなの見ながら、やりてえな、やりてえなって思ってたんですけど、やっぱマジックは金かかるわけなんですよ。やっぱ金かかるわけなんで、やりてえなって思いながら、カードは見つつもやれないっていうのがずっと続いてたんですよね。でも、まあ、ある日、まあ、別に、直でやるわけじゃないんですけど、まあ、東北大震災が起きて、で、復興みたいなので、なんかチャリティーイベントがあったんですよね。まあ、これ全然マジック関係なくて、F1 のチャリティーなんですよ。で、当時俺バイトしてた時の、そのバイトの店長が、すごい F1 好きで、おい、ヨシヒロ、お前ついに日本に F1 が公道走る日が来たぞ、みたいなことを言ってきて、俺何がすごいことか全く分かんなかったんですけど、まあ、元町中華街をの公道を F1 が走るっていうイベントがあって、まあ、それのチャリティーイベントで、まあ、それを見せてやるからその募金してくれみたいな感じのイベントなんですけど、その公道を F1 が走るっていうのはすごいことらしいんですよね。なんかもう F1 のタイヤってめっちゃ高いらしくて、なんかもう一回走ったら変えなきゃいけないみたいなのにもかかわらず、その公道を走るみたいな行かれたイベントだから、お前にF1 の良さを見せてやるみたいな感じで俺連れてかれたんですよね。でも、まあ、不思議なもんで、その所属してないコミュニティってどれだけ盛り上がってるかって意外と知らなくて、まあ、俺別にそんな F1 なんかそんな下がってねえだろうなと思って、元町中華街着いたら唖然としましたよね。まあ、まずその地下なんですけど上に出れないんですよね。もう人が多すぎて、駅の外に出れない状態になってて、で、その人混みをかき上げてなんとか外に出たと思ったら、もう本当駅から改札出た瞬間から一歩も出られないぐらいもう人で埋め尽くされてるんですよ。もう日本にどんだけ F1 好きいいんだよってぐらい人だらけで、で、もう路駐されてる車とかもなんか勝手に人乗っかってなんかこうやってカメラ撮ってるやつとかいて、もうあの日あそこにその車止めたやつとかマジたまったもんじゃねえだろうなと思って見てました。ちなみにベンツの上に乗っかってるやついたんで、だからその F1 が公道走るっていうのは他人のベンツの上に乗っかってでも写真を撮りたいぐらいすごいことなんだなってのを知りました。で、まあいつ始まったんですけど、まあ人が多すぎて、その公道走るっていうところまではもう皆さんお連れすることはできないんで、なんかそんな方のためにここにスピーカーを用意しておくんで、その音を聞いてご堪能くださいみたいな、はぁ煽りみたいなことやられて、でブーンって音だけ聞いて、で、なんだこれ、俺は、なんかふざけてんのかと思いながらも、その F1 ファンたちは、これが F1 の音かみたいな感じで、まあまあ納得してるんですよね。っていうことで、なんかその F1 の音だけを聞いて、まあ帰るかってなった時に、そのね、店長さんが、お前マジック・ザ・ギャザリングって知ってるかみたいなこと言い出して、いや知ってるに決まってんだろ、俺マジックだぞみたいな、なんかちょっとわけわかんないこと思いつつも、いや知ってますよって言ったら、俺マジック・ザ・ギャザリングってのやってみてんだよなっていうのを言われて、あそうなんですか、俺やったことあるんでやりましょうよって言ってショップに行って、まあカード見たんですよ。でも別に俺カード新しいのが出てて、別に楽しい、マジックが楽しいことは知ってたんで、まあそんなんでね復帰するとは思わなかったんですけど、ある一枚のカードを見て、なんだこれはと、こんなやつ出てたんだったらもうお前早く教えるよ、絶対マジック復帰したじゃん俺みたいなのがあったんですよ。なんだと思います、俺がその時俺のもう心を掴んで離さなかった一枚。もうこれはもうデザイン的にも、まあ、能力的にもね、もう俺が求めるものすべて、もう俺の中のすべてがね詰め込まれてます。それがこちらです。てーん、ファイレクシアの僧帽です。僧帽やばくないっすか。俺もこれ見た瞬間うわーっていう感じだったんで、もう言葉にできない言葉がね俺を襲ってきた。もう素晴らしいデザインが、俺もこういう SF モンスターも大好きなんですよね。こいつやばくないですか、そのなんか肉体と機械の融合とか、もともと肉体は何だったんだみたいな、なんかそういうなんか未知のモンスターで、もうこのデザイン、このカラーリング、このねグラデーションもいいよね。もう全てがいい、もうとにかく全てがいい。もう煙の中からうーって出てくる感じがもうたまらないよね。なんかもうその絵だけでもう音とかね、もう BGM とかもう全て想像できる。もうこんな素晴らしいカードを見ちまったら始めるしかねえと思って、俺がずっとねそのマジックやりてえなと思いつつもやれなかったあの気持ちをね一瞬で引っ張り出してきたモンスター、それがねファイレクシアの僧帽です。で、そんな僧帽が入ってる包囲戦をね今日向いていこうと思います。いやーもうねやばいよね僧帽の破壊力。あとねこの時ね宝トミーがねパック出してるんですけど、もうね宝トミーのねパックの匂いはね、まあ、格別なんですよ。
なんかね、ベイのね、特別な印刷の匂いじゃないですけど、その日本ならではのいい香りがするっていうか、やべえよ、まだまだこれ本当に未開封だった。俺もうちょっと今力入れただけで、フォーンって全開したからな。え、やば。え、これ大丈夫？マジで未開封？まあ別にそんなこと気にしないよ。別に法律にね、意外とそんな高いカードないからね、残念ながら。よーし、開封1枚目。ロクソノンの非正規兵5マナ34、あ、完成。なるほどね。完成はね、こいつが殴ると他のクリーチャーがでっかくなると。で、こいつはでっかくならない。で、次。オーガの抵抗者4マナ43バニラ。なんかあれみたい。オーアゴザウルスみたいなやつ。で、次。刃の保証4マナ24、1マナで警戒を得ると。なるほどね。で、次。1マナ11。違う。1マナの装備品で3マナ装備だけどプラに修正されると。なるほどね。あー。どうだろう、まあ、一旦目に出して、まあ、装備は3って重いけど、ちゃんとタフが上がるっていうのはいいよね。タフが上がるとね、あ、出た、オアゴサウルス。伝説のカード、オアゴサウルス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 っていうね、がっつりエラーしてるカードで、で、いや、これエラーじゃないよって言い出したら、タルモゴイフがね、一サイズ大きく上がれるっていうので、ちょっと夢を感じたカードで、まあ、一応クリーチャーなんですよね。クリーチャータイプ、なんか恐竜かなんかやりたかったんですけど、ミスってオアゴサウルス、オアゴサウルスになったっていうカードで、で、まあ、こいつ自体は6マナ54で、アーティファクト探るとトランプレールっていうね、まあ、リミテッドだったらまあまあ使える能力かな。なんか、この時はね、あれなんですよね、その探って、墓地に行ったら誘発する能力あるアーティファクトとかあるんで、まあ、それの誘発源にもなったんで、まあ、リミテッドだったらまあまあ使えるカードかなっていう、オアゴザウルスですね。ちなみに、クリーチャータイプじゃないから、これ普通にやるとね、唱えられないカードですね。これがそのままだったら唱えられないよ。オアゴザウルスというカードタイプは存在しないからね。で、不自然な捕食、1マナインスタントで、プライチとトランプルと、なるほどね、まあ、感染持ちクリーチャーがね、トランプル得たらね、まあ、感染がトランプル結構でかいからね、10与えれば死ぬから相手。ということで次が、サービター残機、4マナ41、アーティファクトサクルトを再生すると結構強いな。4ターン目に出てくるパワー4で、アーティファクトサクルだけで再生し続けれるのはね、もうずっと殴ってくる分にはこんな鬱陶しいものはない。ただタフ1だからね、その1、1トークンとでね、相打ち取れるのは、出た次ふんぬきふんぬきも超かっこいいよね。じゃあ、ふんぬきはね、もうイラストこそね、ほぼ変わってないんだけどね、なんかイラストじゃない、このデザインこそはほぼ変わってないんだけど、なんかその現代 SF チックのね、なんか立ち位置とこの光の感じでね、すげえかっこよくなってるふんぬき。で、まあ、メルカディアンマスクスのクリーチャーで、まあ、3マナ22で出た時に1点食らって1ドローっていうので、まあ、結構普通に強いですよね。普通に出ただけで、その22の打点でさらにカード1枚引けるっていうのは、まあ、1点食らうっていうのがちょっと痛いけど、で、次、ファイレクションの消化者。消化者は3マナ21で感染トーン。なんシンプルイズ、シンプルなクリーチャーだな。まあ、3ターン目に出てくるパワー2の感染トーン。まあ、リミテの感染っていうね、ちょっと使ったことないからわかんないけど、意外と数取れたら強いのかもしれない。で、次、で、ノーンの僧侶。3マナ14で警戒感染と。こうね、ケツがでっかい感染って謎だよね。もう頭をでっかくしろよって思うけど。まあ、まあ、14だからね。その14っていうのは、しかも警戒だから殴りに行っても、ちゃんとブロックにも回れるから、なんか他のやつと一緒に殴ることで、まあ、こいつにブロックがね、向きにくくなって、まあ、1っていう打点だけど通りやすいと。しかも感染だから、まあ、10回殴ったら勝ちと。まあ、一応、まあまあ強いんじゃないか。で、次。で、次からアンコモン、超和射隊の聖騎士、2マナ31、完成強い。ただ強い。よくいるこの231になんか完成とかいうね、おまけにしてはでかすぎるおまけがついてる。これは結構強いね。まあ、ただね、31っていうサイズはね、その、環境によってはね、その、パワー1が多かったりとか、2マナで13とか多かったりするとやられちゃうからね、そこがちょっと問題だけど、で、次、インサンナ再演。3マナソーサリーで、いずれかの対戦相手の墓地にあるクリーチャー1体を対象として、釣ってくると。対戦相手からしか釣れないリエニで、で、それが速攻得て、短種領地に、なるほどね。追放されると。だから一旦だけしか、リアにできないけど、速攻があるから殴れると。で、相手の墓地から限定と。使いづら。使いづら。で、次、入れ子のグール。5マナ42で、こいつがダメージ与えるために22が出ると。強。これ普通に強いね。だからリミテッドで出して、まあ、1回でも殴れたら、その22トークンが出るし。でもこんな殴らしたらまずいだろみたいな感じでブロックに来させれば、まあ結構いいサイズとね、相打ち取れたりもするっていう。まあただタフ2だからね。なんか22とかと相打ちは絶対取りたくない。で、次もレアか。で、今回のレアはこちら！緑、もう緑はね、緑頂点ぐらいしかないんじゃないか。緑頂が一番いいんじゃない？あ、パワータフネスない。ないってことは緑頂、来たー！なんだかんだで一番当たりかもしれない。緑の太陽の頂点、1マナ X でライブラリーから、その X 以下の緑のクリーチャーをサーチしてきて、そのまま戦場に出せると。まあ、マジ強カードですね。マジ強カードだから、まあ、モダンでは、まあ、今禁止なんですけど、
ただ、なんか別にギリギリモダンで俺これね、やれると思うんですよね。だから別に解禁されないことはないと思うんで、解禁されたらグワー上がるんで、それに備えて持っておきたいカード。で、まあドライアドアーバー、ドライアドのアズマヤ、アズマヤのドライアドじゃないよな、ドライアドのアズマヤっていうカードがあって、あれはね、土地でありクリーチャーであるっていうすげえ変なカードなんですよ。で、あれがまあ緑のクリーチャーでもあり土地でもあるカードで、まあしかも土地なんで0マナなんで、緑地方から一旦引っ張ってこれるっていうね、そういう使い方ができるんで、まあこれがね、解禁されるとそれがね、セットで使われるようになるから、良くないんじゃないかなって思われつつ、別に使われてもいいんじゃないかなって思ってるカードの1枚で、フォイルはないと。ああ、そうか、じゃあトークンと基本土地だけか。まあいいね、まあゴーレムトーク、でっけえ、なんだこれ、何から出るんだよ、このでっかいトークン。知らないので、森か。で、ミラディン独特のね、なんか金属しい土地ですね。触ったら怪我しそう。かなりいいね。ミド蝶が入ってると。で、まあね、このパックっていうか、その装備を、まあ、きっかけに、まあ、再開してね、まあ、今のマジックに、まあ、繋がってるわけなんですけど、そのね、誘ってくれた店長さんは、たったの1日で辞めてしまったっていうね、非常に悲しいオチがあった。そう、ちょっとね、俺がね、調子乗って買いすぎたよね。だから一緒に始めましょうっつって、まあ、店長さんはそのトーナメントデッキみたいなの1個買って、俺はもうガチガチのそのシングルを選んで買ってしまったからね、マジあれミスったね。そんなんでね、1日でやめさせてしまった。だからね、まあ、みんなもね、友達とマジックやるときはね、ちゃんとそのヒエラルキーをね、大切にやっていくといいと思いました。はい、ということで今日はね、懐かしのね、ミラディン包囲戦の開封でした。ちなみにこのパックは名古屋に行った際にね、タックンがね、くれた、タックンって誰だよって思うかもしれないけど、タックンがくれたんだよ。タックンがくれた大事な1パックでした。ということで今日はここまで。皆さんまた次のパックでお会いしましょう。さようなら。